はい、どうもピチピチーなテクタンと申します。ポケモンバイオレット実況プレイパート31始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、学校から出たら電話がかかってきました。村山さん、ボタンちょっと話があって、うちらが初めて会った学校の階段前に来てほしい。あ、ほい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 、そっかそっか、まだ終わってないなぁとは、まあ思ったけど、ちゃんと一応あるんやね。もうペパーのとこ行こうかって思ってたけど、階段前この辺りでしょ？いるかな？ミライドンがさ、ベロベロしてたのって何やったんやろ？ということで、いるね。ちょっとさ、あんまさ、写真撮れる機会もないしさ、いい日んやん。いい日んやん。ちょ、場所悪かった？写真撮れる機会なんてさ、ないと思うから、一緒に写真、撮っとかへん？ちょっと、いい感じのポジション探します。まあ、これが一番、いいかな。全然こっち向いてくれへんけど。ということで、どうしたの？なんか捕まるんかな、もしかして。なんか犯罪してるしさ、一応。お疲れ様でした。教養はせんといてな。それ。段作ったメンバー6人で最初に考えた挨拶。あ、そうなんや。ダサすぎて逆にありだよね。LP 不正発行の件、やばいことになると思ったのに、あっさり許された。なんで私にも渡してくださいねって。そういうことがあったんかもしれへん。どうなった？ポケモンリーグでエンジニアとして奉仕作業すればチャラだって。卒業後もぜひ来てほしいって言われた。校長にも、おもだかって人にも、なんかすごく褒められたし、素晴らしい才能だとか、才能さ、認めるのはいいことやけど、いいことやけど、罪は罪やからさ。読んどいてごめん。リアルで話すの苦手なん。うまく言葉が出てこないし、だけど、ありがとうございました。そこはありがとうございましたじゃない。村正のおかげでスターダーも仲間も救われた。感謝してもしきれない。だからこれ、また不正で用意した LP。とは言わへんわけね、流星群。天空から隕石を相手に落とす。使うと反動で自分の特攻がガクッと下がる。あなたなら多分使えるはず。それと、村正に借り返したい。なんかあったら言って。特に機械とかハッキングとか得意分野。じゃあやっぱ LP を増やしていただきたいですね。村正が困った時は今度はうちが助けたるんで。助けるんで。そのじゃあリュックちょうだい。じゃあまたね。お疲れ様でした。走り方女子やな。やっぱ女の子か。お、スターダストストリート。クリア。おー、ちゃんと出るんや。ここまでやればよかったー。ここまでやればよかったー。わかりましたー。覚えました。こういうのが出るんですね。なるほど。ということで、無事、エスターダストストリートはクリアいたしました。うん。ちょっとミニマップで。ま、ここ見てもじゃあもうしゃあないか。じゃあ、ま、前回言ってたように、ペパーと、戦いに行きたいんですけど、どうしよう、ちょっとだけアイテム、補っとこうかな、ちょっと。どうやったかな、回復の薬とか、微妙なんじゃないかな。あ、間違えました。間違えました。こっちは、暴れるんじゃないよ。15個と3個。満タンの薬を、ちょっと10個ぐらい買っといて。うん。で、全部で29個あるでしょ？で、元気のかけらを、あ、ま、28あればさすがに大丈夫か。なんでも直しを10個ぐらい買っとこうか。うん。さすがにこれで大丈夫と思いたい。ペパーの使ってくるポケモンが、
まあ、その、捕まえたポケモンっていう風に言ってたんやけど、道中でね。何がいたかな？え、かわいい！ポケモンのサイズ気にならない？え、かわいい！ちっちゃいのと大きいのがいる。同じポケモンでも大きい子や小さい子がいるの知ってる？はい。うちのパチリスちゃんたち見比べるとわかりやすいわ。私は見るだけでとっても厳密にポケモンの大きさがわかるのよ。ねえねえ、ポケモンのサイズ教えてあげましょうか。はい。どのポケモンのサイズが気になるの？誰の鳴き声？ミツハニっぽい鳴き声が聞こえるんやけど。じゃあ、シャリタツ。あなたのウニは、そうね。あ、いたわ、ミツハニ。普通の子よりちょっぴり大きめみたいね。なるほど。ということで、ま、それはさておき。じゃ、ペパーのとこ行ってみようか。確かさ、一番最初のポケモンがレベル50何歩とかやったと思うから、わからんけど、校長先生とかボタンよりは、まだ、戦いやすかったりするんかな。でもまだ51なんよね、高くて。どうしよう、デカノちゃん。戦闘でちょっと行ってみようか。一番最初、欲張りすとかやったよね。じゃあどうしようかな。カバオくんにするか。ちょっと行ってみようか。物は試しだ。よっしゃ、村正、勝負の準備はいいか？待たせたね。あ、いいえ。ちょっと写真撮ろうか。せっかくやし、声かけといて、いいえちゃんかよ、お預け食らってる気分だぜ。いいんじゃないかな？じゃあ、物は試し、勝負してみましょう。アイテムとゴツゴツメットで勝つぞ。よし、マフィティフも準備はいいか？ワウワウ。マフィティフもいけるってよ。ずっと待っとったもんね。マフィティフと？でもこの辺話聞いたね。まあお前が不安な気持ちもわかるけどよ。こいつ病み上がりだと思えねえほど元気発するちゃんでさ、もう病み上がりじゃないと思う。もうマフィティフ回ってる間ジム回って、スターダン回ってってしたから、もう全然病み上がりじゃないと思うんやけど。うん。ってなわけで心配ご無用。いや、委員長よりはさ、勝負好きじゃないみたいな感じで今言ったけど、確かに委員長勝負強やったもんね。ふふ、たんとご賞味あれだぜ。ポケモントレーナーのペパーが勝負を仕掛けてきた。さあ、ピッサピッサの、ペパーですよ。ほんまに。バイス巡りで出会ったポケモンオールスターズで、5匹プラスマフィティフって感じかな。あ、58か。やっぱ高いな。それでも。とりあえずフレアソング打っとく。こっちの方が素早いね。なる、個体値的な話をするならこっちの方が高いと思うよね。多分。うわぁ、効果抜群。頭がいいですなぁ。オッケー、急所ナイス。特攻上がってるな。これこのまま行きたいな。あ、いいねいいね。つがいがレベル上がりましたね。巨人オンさ、岩とかでしょ。ちょっとまずくないかな。ちょっと一回そのまま戦うにしてみちゃう。積んでるけど62、急に上がるやん。まあ、巨人王よりは素早いよね。あ、そうか、そうよね、そうよね。ストーンエッジとか、そうか。巨人王って多分戦ったことないからまだデータがないと思うよね、多分。あれ、地面持ってる巨人王やとしたらさ、ピカチュウの空を飛ぶとかでいけそうな気はするけど。まあ、ただどれぐらい耐えれるかよね。地面持ってるからさ、あ、じゃあ、いや、まあ、一回テラスタルしちゃうか。どうしようかな。とりあえず、空飛ぼう。こっちの方が素早いのはもう確実やから、
カバオくんの方が早かったからね、巨人より。ピュン。地震。まあ、そら、撃ってくるよね。ピカチュウ見たらそら撃ちたくなるよね。いけー。あれ効果今一つ。あ、そう。そう。完璧に岩か。岩か、岩か。え、岩にさ、強いのって、なんか私、持ってる？え、どうしようかな。水草がないでしょ？私に。もうそこなんよね。水草ないんはとりあえず、どうにかしたいところなんやけど。鋼か。鋼いくか。デカハンマーいっちゃっていいでしょう。オッケー、こっちの方が早いよね。いいね。ステルスロック。尖った岩が漂い始めた。漂っているのね。で、ラスターカノン。よし。これで落ちると。いいですね。巨人は倒れた。いや、カボー君復活させたいな。いいね。あ、なんか覚える？叩き落とす。いや、いらんな。結構さ、今がさ、あー、でも、悪タイプかー。いや、これでいいです。スコビラン。スコビランってさ、あれでしょ？あの、カプサイジが進化したやつでしょ？あの子、さ、炎持ってたの覚えてるんよね。だから、とりあえずソリマチにしといて、だから炎技出されるとね、さすがにまずいんで。ちょっと今から復活タイムにしよう。もう炎、痛い。炎草とかな気するからさ。まあ、いずれにせよさ、カバオくんが効果抜群のダメージを与えられるとは思わへんねんけど。効果抜群！まずい。ちょっと待ってよ。回復の薬、満タンの薬。で、とりあえず満タンにしてカバオくんを出すようにしよう。いいよ。大文字。そうね、大文字出してくるんやったら。デカノちゃんまずいもんね。カバオくん、行ってこい。痛い。もう、やだ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 。いつまであんのこれ。あ、噛み砕く。ひぃ、効果抜群。これどれぐらい食らう？お、いいね。あとなんか5つ目のパワーでさ、ゴツゴツネットパワーでなんとかならへんかな。満タンの薬。で、またゴツゴツメットでしょ。だってもう回復するしかさ、私にはすることがないしさ。どっちにしろシャララン。あ、間違えた間違えた。なんかちゃうアイテム使ってもだ。ごめんってカバオくん。スコビランも倒れたからいいけど、ごめんって。なんか傷薬かなんか使ったよね。ごめんって。え、次誰なんよ。じゃあ分からんから、たまごっち出すか。あ、パルシェンね。じゃあちょっとピカチュウ出したいな。たまごっちに尖った岩が、もういつまであんのこれ。やばい。この二人とも復活させたいな。ピカチュウは元気を取り戻した。あー、特殊に強くなってしもうた。じゃあスパークすればいいか。違う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 。パルシェンのデータまだないんやね。私にパルシェンのデータまだないんやね。アクアブレイク。急所に当たった。
じゃあとりあえずピカチュウに出てもろて、ピカチュウの方が素早いと思うから、素早いと思うし、多分一旦耐えることができないと思うから、もうそういう感じで行くしかない。マヒレー、ナイス、しびれて動けないに期待、ナイス、さすがピカ様、スパーク、いいぞ。でこれで落ちる、でつがいを出す、ピカチュウを回復する、ピカチュウを出す、スパークするっていう感じかな。でもできれば麻痺っていただきたいな。せい、麻痺って、あのカバオくん回復のに時間を使いたい。ナイス、光の壁なくなった。お、なら10万ボルトとか打ってもいいかもしれへんね。満タンの薬、おつがい結構耐えるやん。いやとしたらどうしようかな、銅も復活させちゃおうかな。よし、よしっていうのもおかしいけど、よしピカチュウ行こう。ピカチュウにパルシェンの経験値を、まだある、これはまだあるんやね、尖った岩。10万ボルト、イエイ、やりました。ピカチュウもそろそろレベル50に乗りたいところなのでは。あ、陸クラゲ、陸クラゲといえば、今回のポケモンのノノクラゲの進化系ですね。目のクラゲに似てるやつです、ノノクラゲは。ってことは毒クラゲに似てるんかな、多分。ウミディグダとかと同じポジションやと思うんやけど、毒クラゲっぽいですね。え、なんか結構食らわんかった今、なんか岩のやつ、そんな食らうってぐらい。あ、いいねいいね、このターン耐えたら大丈夫な気がする。あ、寝るぞ。キノコの方使えるんか、そっか、キノコやもんね。キクラゲ的なポジションやと思うんやけど、ポジションっていうか、まあ、回復兼眠気も覚ましておきましょう。これ何の技を出してくるかよね。いや、大地の力は耐えれへんのじゃない。ああ、効果抜群。じゃあフレアソングで落としちゃいましょう。オッケー、効果抜群、速攻上がった。オッケー、レベル上がれ、いいね。ついにマヒティフ、ちょっと今ヒッピーやばいけど、特攻が2段階積んでるんで、威嚇、攻撃が下がった、いいよこっち特攻系なんで。一回回復をしまして、満タンでいっか。マヒティフどうやろう、なんか物理攻撃出してきそうなさ見た目してない？怪奇祝いのテラスタルだ、ピカッと棒でマヒティフ。あ、これでタイプわかるからいいね。なんかテラスタルってそんなになんか結構疲れるっていうか、疲れるじゃないな、なんていうか来る感じなんかな、力。あ、悪か、なんか悪だけすごいなんかおもちゃっぽい感じやな。噛み砕く、そう、まずいんじゃない。そうよね、効果抜群よね。でも悪なのであれば、え、デカヌちゃんを出しますか。まだ岩がある。じゃれつくか。悪やし。炎の牙、うわ、そんなん持ってんの？え、
あ、じゃれつくめっちゃ効くやん。わ、どうしようかな。やとしたらこれ次のターンで絶対やられるから、誰でもいいから、とりあえず復活させて。どうしようかな。ちょっとまずいな。1ターンは耐えるけど、2ターンも耐えへんから、完全回復させな、まずいわけや。デカヌちゃんに至っては。で、ピカチュウはきっとマヒティフより素早いから、攻撃がいけると思うんで、10万ボルト。マジかー。静電気でまひらへんかな。ナイス。ナイスやけど、これ結構状況的にやばいよね。やばいよね、だいぶ。とりあえず復活させるけど、うん、ナイス、ナイスよ。ピカチュウよりマヒティフ素早いのって感じやけどね。とりあえずカバオくん出して、基本物理攻撃出してくるからゴツゴツネットでダメージ受けてもろて、誰か復活させよう。どうしよう、なんか、いや、どうにしてみようかな。噛み砕くなら ゴツゴツメットパワーを受ける。カバオくんは倒れる。もう最悪ゴツゴツメットでいこう。じゃれつく、いい味出してくれ。ナイスだー、ナイスだ。よし、ペーパーに勝ちました。やったー。もういつもいつも死者が多い。マイティフ惜しかった。村正ありがとな。おお、いいね、こういうのが言えるの。お金結構くれる。くそー、これが主ポケモンを倒しまくれる実力か。つーか、お前の付き添いが俺だけだとやっぱ心もとないな。エリアゼロのポケモン強いし、わけわからん装置もいっぱいある。せめて、あと二人ぐらいチャンピオンランクの強いやつと、機械に強いやつが仲間にいればな。え？機械に強いやつはボタンやと思うけどさ、チャンピオンランクネモちゃんのことでしょ？あれ、そう。これ、そう。ボタン。ターダンのマジボスで天才ハッカーのボタン？そっか、ペッパーこの剣全然触れてへんから何も知らんよね。確かにそいつなら適任だけど、そんなヤバいダチいつの間に作ってんだよ。ま、メンツが揃ったらまた連絡取り合おうぜ。仲間になりそうなやついたら声かけといてくれよな。え、どうやって声かけたらいいんやろ。行っちゃったよ。あ、レジェンドルートクリアー。クリアってことになるんやね。なんか今さ、クリアの時に周りにさ、緑の枠あったけど、うちのテレビさ、ちょっと周り切れてるからさ、何も枠映ってなかったんやけど。あ、そっか、これでクリアでエリアゼロに行くんは、もうルートとは違うんや。ここね。そっかそっかそっか、その前も言ったけど、伝説とか純伝説とか、全然倒したりしてない、まあ、わけなんですけれども、まあ、捕まえたりね。そっか、もうすべてが
終わってからっていう感じなんか。なるほど。ということはもう、無条件で、ここに、行く形になりますね。いやー、終盤も見えてきた感じですね。この四天王に挑むということは、かなり終盤が近いと思いますが、とりあえず回復しましょう。で、アイテムも、そうね、補ってた方がいいよね。メンバーこれでいいかなぁ。いや、結局さぁ、ま、言うてなんかこ、ま、ピカチュウ以外新ポケで行きたいっていう、行きたいっていう希望間違えましたね。だけでは、希望やったから別に縛りっていうプレイじゃないから、正直な話をするなら、たまごっちよりは、どこいる？もうどこに行ってしまったかも、ちょっとわからん、なってるんですけれども。あ、いた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 、しめじの方が、普通にいいんじゃないかなって、レベル、こんだけあるしね、しめじ。これで行こうかな、と、思います。やっぱりお世話になったね、しめじ。だってこのままやったらきっと、クエスパトラ、全然ほんまに壁になるだけで終わるみたいな、そんな感じになってしまうからさ。ということで、この6人で行きたいと思います。はい、ということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。次回、そこにいる、ゾロワーク先生に声をかけたいと思います。ということで、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。